剣を向け合う戦場でもなく、みんなが集まって挨拶をする場とも違う。表敬訪問って名目はいいけど、何を話せばいいんだろうね。二人きりで話すのは初めてだし、わかんないや。好きな食べ物とか趣味とか話す？それだとお見合いみたいな感じになっちゃうか。うわぁ、女たらしっぽい発言。別にいいけど、話せば話すほど数奇な運命ってのを感じちゃうな。殺し合った仲だよ、バイスと私って。なのにこんな風に落ち着いて顔を合わせているなんてね。会見中失礼。入るぞ、バイスカイト。今回はなかなかに話が弾んでるみたいじゃないか。外で思わずニヤニヤしちまったぜ。よう、あんたが三重士のパティルナ・シンクか。俺は仮面の紳士ってもんだ。よろしくな。仮面の紳士って、こんなところで何してるの、キランドロス様。さすがだな、パーティー。やはりお前には直感で見抜かれるか。直感じゃない。服装も声も何もかも一緒だし、誰だってわかるに決まってるでしょ。バカを言うな。バイスハイトやエルミナはきっちり騙せたぞ。エルネーは仕方ないと思うけど、バイスも？まあそういうことにしておこう。とにかくパティとバイスはもっとお互いを知るべきだ。殺し合いから発展する恋があってもいい。話が飛躍しすぎだってば。もう国を開けてどこに行ってるかと思えば。ありがとう、そう言ってもらえるだけで救われた気分。点が線で結ばれた感じだね。予想外な部分はあるけど、キランドロス様らしいし、気にしないようにしようっと。さて、私はバイスのこと何気に好きだし、本当にお見合いみたいなことしちゃおっか。こんな機会はめったにないしさ。俺が隣で応援してるんだ。二人とも安心してイチャイチャするがいい。